小のり院は、東京都世田谷区にある浄土宗の寺院、カラス山寺町を構成する26の寺院の一つである。1596年、白誉れ省、のり商人によって解散された。もともとは、湯島に位置していたが、1657年の明暦の大火で浅草柴崎村に移転した。1923年さらに、関東大震災に理災したため、 1927年に現在地に移転した。蕎麦金星の非説明書きの看板刀印門前の左には側面に、ふもと京爆地中世の鹿も乱刀印の真偽古入境内と刻まれた角中の石碑がある。これは蕎麦金星の人も呼ばれる石踏みで以下の由来がある。かつての浅草時代の小登りの境内には、道古安と呼ばれる達柱があった。 同公案の安種は、信濃国の出身で、蕎麦打ちの腕前も名人級と評判であった。彼が打った蕎麦を段下に振る舞ったところ評判になり、境内は蕎麦を目当ての多くの人で賑わった。しかし人が集まりすぎ、本来の寺としての活動の支障になったため、とうとう住職が蕎麦の提供を禁止し、その旨の石碑を立てて締め出した。移転の際、いつしか、 土に渦漏れていた、この石踏みも掘り出されて運ばれ、門前に立て直されたものである。現在、蕎麦屋の名称に、伊予と名付けるものがあるのは、この道光庵の蕎麦の古事の名残である。また墓地には、廃徊士の宝井企画の墓がある。ありがとうございます。